TBS が新たに立ち上げた制作会社、ザ・セブンや20億円かけて建設された新スタジオを駆使して、最短で2024年冬にも制作開始される可能性が浮上しています。こんにちは。今回は、平野紫耀さん主演の人気ドラマ、クロサギの続編についての興奮を共有したいと思います。ネット上では、放送日や登場キャスト、そして何よりも、初代クロサギの山下智久さんの特別出演の噂が騒がれていますが、一体どれが真実なのでしょうか。まず、昨年10月に放送された、クロサギ2022、平野紫耀さんの圧倒的な演技力がファンを引き込み、平均視聴率 7.4 を記録しました。しかし、その終わりには続編への期待感を煽るような文章が登場。果たして、それは本当に続編のサインだったのでしょうか。ここで注目すべきは、平野紫耀さんが昨年11月にキンプリを脱退したことです。ネット上では、続編は難しいだろうという声も上がりましたが、意外な展開が待っていました。なんと、TBS 内で、クロサギ、続編の制作が進行中で、山下智久さんを特別ゲストに招く計画が浮上しているとの情報が。これにより、ファンたちは再び平野紫耀さん演じるクロサギと山下智久さんが共演する瞬間に期待が膨らみます。ジャニーズ事務所の舞台裏で繰り広げられるドラマ制作の真相が、ファンの心をワクワクさせていますね。さて、次に注目したいのは、続編の放送時期です。過去のドラマ続編の例を挙げて考えてみると、通常は12年周期が多いですが、今回は異例のスピード。なんと、TBS が新たに立ち上げた制作会社、ザ・セブンや20億円かけて建設された新スタジオを駆使して、最短で2024年冬にも制作開始される可能性が浮上しています。つまり、続編が2025年1月からの冬ドラマとして登場する可能性が高まっています。クロサギ2022と従来のクロサギとの違いも気になります。今回の新シリーズは、原作漫画のシリーズ1、クロサギとシリーズ13、シングロサギを元に制作されており、リメイクというよりはリメイクプラス続編の要素が強いと言えそうです。2006年版の脚本家である篠崎恵理子さんが再び脚本を担当しており、その雰囲気もまた違った魅力を放っているようです。そして、平野紫耀の演技力についても多くの意見が寄せられています。ジャニーズ事務所に入所してから俳優としての活動も本格化し、彼の演技は成長を遂げているとの声が多く聞かれます。山下智久と同じ役を演じ、そのプレッシャーに打ち勝ったとされ、ファンや視聴者から高い評価を得ています。クロサギ、続編にはますます期待が高まり、新たな展開やキャスト、そして平野紫耀の魅力がどれほど引き立つか、ファンたちはワクワクしながら情報を待ち望んでいます。これからの発表にますます期待が高まりますね。最後に、平野紫耀さんの演技力について、ジャニーズ事務所に入所してから俳優としてのキャリアを積み重ね、クロサギではマフィアとの対決や緊迫感あふれるシーンでその実力を発揮しました。山下智久さんと同じ役を演じるというプレッシャーもある中、平野紫耀さんの演技はファンから高く評価され、その表現力には定評があります。